ム・ビュヒナーはドイツの陸上競技選手である。彼は1928年に開催されたアムステルダムオリンピックの400メートル走で銅メダルを獲得した。ビュヒナーは1928年のアムステルダムオリンピックと1932年ロサンゼルスオリンピックの2回オリンピックに出場した経験がある。アムステルダムオリンピックでは400メートル走のみに 出場した。8月2日と8月3日に実施された400メートル走では、一次予選を50秒2で1位、二次予選と準決勝を48秒6で1位で、通過して決勝に挑んだ。決勝では、アメリカ代表のレーモンドバーブチが47秒8の記録を出して優勝し、カナダ代表のジェームズ・ボールが48秒0で、続いた。 ビューヒナーは48秒2の記録で3位に入り、銅メダルを獲得することとなった。1932年のロサンゼルスオリンピックでは400メートル走と4400メートルリレー走に出場したが、いずれもメダル獲得はならなかった。彼は1978年にレーバー空前で死去している。アスレチックスアットザ1928アムステルダム、サマーゲームズ、メンズ4 0 0ズ。 ありがとうございます。